アイテム番号 SCP-452JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-452JP はサイト8181の低危険物収容ロッカーに収容されています。実験を行いたい場合は SCP-452JP 担当責任者に申請した上で、武装した警備員2名を伴って行ってください。サイト外部で SCP-452JP が発見された場合は担当エージェントが即座に回収し、流通経路を調査してください。SCP-452JP1 が発見された場合は機動部隊は、2、ヘンゼルとグレーテル、が出動し取り押さえます。その後サイト8141に収容してください。収容室は常に警備員2人によって監視され、脱走しようとした場合には実弾を用いて無力化してください。収容されている SCP-452JP1 には財団が管理した食事を与え、1日1時間ほど担当者と警備員付き添いのもと運動やカウンセリングを含めた健康チェックを行い、SCP-452JP1 の延命を図ってください。説明、SCP-452JP は摂取した人間に異常性を付与する飴玉です。現在、赤、緑、青、黄色の4色の SCP-452JP が確認されていますが、すべての色で特性は同じです。その組成は水飴と香料、色素でできており、通常の飴玉と変わりがないにもかかわらずなぜ異常性を有するのかは不明です。SCP-452JP は当初32粒回収されましたが、実験による使用により2014年月日現在は26粒が収容されています。発見された経緯に関しては、ポイを参照してください。SCP-452JP を舐めた人間は味の好みに関係なく、とろけるように甘い、などの言葉で肯定的に SCP-452JP を評します。その後、SCP-452JP を一粒すべて経口摂取した人間、SCP-452JP1 に指定します。に限り異常性を発露します。途中で吐き出したりした場合には異常性は発露しません。SCP-452JP を摂取し終わった SCP-452JP1 の眼球は飴玉へと変化します。検査の結果眼球の組成も通常の飴玉と同じであることが判明しましたが、なぜか視力は失われません。眼球の変異した SCP-452JP1 はすべてのものが可視でできていると認識するようになります。そして認識した可視のようにあらゆるものを扱うことができるようになります。例えば、チョコレートだと認識した鉄板を手で割ることができるようになるなどです。対象の価値なども、可視と同等程度に認識されます。元の味の好みに関わらず、SCP-452JP1 は周囲のものを積極的に口に含み摂取するようになります。この際、SCP-452JP1 が体内に含んだ瞬間にあらゆる物体は可視と同じ組成となり、SCP-452JP1 が吐き出すとその組成は元に戻ります。この特性から、SCP-452JP1 は毒物や危険物なども食べることが可能です。また、経口摂取に限らず体内に取り込まれたものは全て糖分などに変化することが判明しています。眼球が外科的に取り出された場合には SCP-452JP1 の特異性は失われますが、目隠しなどで視界を遮っても失われません。また、内因性の失明を起こしたケースがないため、視神経にも何らかの影響が与えられている可能性があります。多くの場合 SCP-452JP1 は虫歯や糖尿病、肥満、栄養失調などの病に侵されることとなります。しかし麻酔や治療薬などの組成も投与した瞬間には変化してしまうためその治療は困難であり、SCP-452JP1 は多くの場合死に至ります。以下は収容された SCP-452JP1 を対象に、博士の行った実験の記録です。実験記録1。摂取させたものとんかつ定食。ソースのかかったとんかつ。サラダ、白米、味噌汁。結果対象はメニューをそれぞれ、
チョコレートソースのかかったあんドーナツ、野菜を模したキャンディ、バニラジェラート、キャラメル味のホットドリンクと説明した。その後それらすべてを摂取し美味であったと伝えた。さらに、食事の入っていた容器も咀嚼し飲み込んだ。分析すべてが歌詞になるんだな。聞いてるだけで気分が悪くなりそうだ。実験記録3。摂取させたもの鉄板、木の板、ガラス片、結果対象は、鉄板をチョコレート、木の板をビスケット、ガラス片をキャンディと認識し、すべてを噛み砕くことに成功した。分析無機物も問題なく安全に摂取できるらしい。それにしても美味しそうに食べるもんだ。実験記録後、摂取させたモノシアンカカリウム溶液、睡眠薬の入ったカプセル、小型爆弾、結果対象はシアンカカリウム溶液をラムネ、カプセルをゼリービーンズ、小型爆弾をカップケーキと認識して摂取した。実験後、対象の体には異常が見られなかった。分析うまく用いれば、危険物処理に使えるかもしれないな。実験記録8。摂取させたもの実験用マウス、結果対象はマウスを見て精巧な和菓子だと感激したようだった。対象が躊躇なくマウスを半分かじったところ、マウスは激しく出血したが、対象はそれをベリー系のソースだと認識した。分析分かりきっていたことではあるが、生物も対象に含まれる。SCP-452-JP-1 に対する警戒は必要不可欠だ。ほい、2000年、月、日、当時、サイの少女と、サイの少年の兄弟が失踪する事件が起きました。姉が登校してこないことを不審に思った小学校の教員が警察に通報し、その半日後に近隣の森の中にある廃屋内で姉は発見されましたが、弟は見つかりませんでした。通報の段階で失踪から3日経っていたにもかかわらず、少女に衰弱した様子は一切ありませんでした。少女は廃屋を食べて過ごしていたと証言し、さらに警察官の前で廃屋の床を手で引き剥がし食べ始めました。その異常性が財団へと報告され、廃屋内に置いてあった瓶詰めの SCP-452-JP が回収されました。少女は初めての SCP-452-JP-1 に指定され、2000年、月、日、に死亡するまで、約3年にわたりサイト8181に収容されていました。少女の関係者にはカバーストーリー、哀れな誘拐事件が適用され、少女を発見した警察官や少女の両親、通報した小学校教員に対しては B クラス記憶処理が施されました。以下は、中山博士が SCP-452-JP-1 に対して行ったインタビューログです。対象、SCP-452-JP-1。インタビュアー中山博士。録音開始。中山博士、それじゃあインタビューを開始します。よろしく、ちゃん。SCP-452-JP-1 の本名。SCP-452-JP-1 よろしくお願いします。まずはじめに、君はどこであの飴玉を見つけたのかな？森の中のお家だよ、ターくん。SCP-452-JP-1 の弟と一緒にかくれんぼをしていた時に見つけたの。壁に穴が開いていたから中に入ったら、机の上にキラキラしたものがあって、それがあの飴だったの。それで、その飴玉を食べたのかい？うん、とっても美味しかったよ。ターくんは食べられなかったけど、ターくんはちっちゃくて何でも喉に詰まらせちゃうから。じゃあ君だけがその飴を食べたんだね。それで、食べた後はどうなった？私、気づいたの。自分がお菓子の家にいることに、テーブルも、壁も、床も、全部お菓子でできてて、とても嬉しかった。家だとお菓子なんて食べさせてもらえないけど、そこでは誰も怒らないんだもん。お腹いっぱいお菓子を食べて、喉が渇いたら裏の池のジュースを飲むの。どれも美味しかったかい？うん、どれも食べたことがないくらい美味しかったよ。でも他のよりもずっと美味しいケーキがあったの。甘くて、柔らかくて、幸せで、私泣いちゃった。あれは一体何だったのかな？ねえ先生、わかる？5秒沈黙。先生にはわからないな。そっか、残念。思い出したらお腹空いちゃった。この机を食べてもいい？ダメだ。お話が終わったらご飯の時間だから、
それまで我慢できるね。わかった。3秒沈黙。先生の言うことちゃんと聞いてたら、ママに会える。私、ママに会いたいな。ああ、きっと会えるよ。ほんと、とっても楽しみ。私、今ならママに大好きって言える気がするの。7秒沈黙。インタビューを終了します。録音終了。